こっちしか映らないということで、はい、令和3年の9月24日お昼の3時5分です。NHK の方、経営計画の方お一人と、営業局の方お二人で、お一人は M さん、一人は F さんという形で、NHK の、放送法や受信規約について、忌憚ない打ち合わせ、これ国会の参議院会館の中でやりますのでよろしくお願いいたします。ということで、早速なんですが、放送法64条の第3項の中で、条項、契約の条項のところについて、その下にあるですね、規則ですね、総務省令の方で のいわゆる契約が遅れた場合、NHK との契約、テレビの設置日から契約が遅れた場合に、そのまま読むと、受信契約の締結を怠った場合における受信料の追徴方法というのを、この規約の方に謳わなければいけないというふうに法令はあると解釈しているんですが、これは NHK さんとしたら、それが謳われているのか、謳われているんだったらどこにあるのかというのを、まず早速ですけど、お願いできますか。はい、資料でお手元にこれですね、規約ですよね。はい、こちら開いていただきます。すみません、ページ番号がなくて恐縮ですが、ページをお手元にしていただいて、後ろから2枚目のところですが、12条ですね、はい、放送受信契約者の審議が、はい、12条で、こちらと支払いの延滞についての12条の2条、はい、2つが今お話をいただいた、はい、23条の7号というふうに、はい、しております。はい、23条の7号で、いわゆるこれ2つあるんですが、1つは、受信契約の締結を怠った場合と、受信料の支払いを遅滞した場合っていうのがあるんですが、はい、いわゆる契約の締結を怠った場合は、この12条の方になる、いわゆる12条の2じゃなくて、この、いわゆる割増金ですよね、はい、こちらに該当するということで、はい、ご指摘の通りです、はい、そうすると、もうすぐ具体的な話をすると、浜田議員は今403の部屋にテレビがあるんですけど、約2年間契約を怠ってるんですね。そうすると浜田議員の場合はこの3倍に相当する受信料を払わなければならないと、こういうことに直結するんですかね。契約締結義務の違反、そうですね、については12条ですので、はい、どういうふうに該当するというふうに考えております。なるほど、はい、全然、それ、総務省さんは今のところ、見解出されていらっしゃらないので、はい、でそうなってくると、ちょっと本当、込み入った話で申し訳ないんですが、この12条の2っていうのは、支払いの延滞で、1期当たり 2% の延滞利息っていうのを、これ裁判になったときは請求されてると思うんですけど、逆に12条のこの方ですね、これは裁判になったときには今までの、その特に大法廷の判決には割増金の請求はされてないと思うんですけど、それはなぜなんですか。今現状においては、こちら12条に取ることなくですね、契約締結をお願いしたいというのが毎日の考え方でございますので、はい、ご指摘の通りです。これまで入用したことはございません。ということは、支払わなければならないとなっているけども、実際に請求するかどうかについては、NHK さんの運用で対応していると。運用という言葉がすみません、私がちょっと。ごめんなさい、じゃあ運用という言葉はあえて使わないですけど、はい、今、本当に具体的に浜田議員の部屋が、おととしの10月に私が議員を辞めたことによって、浜田議員の部屋で契約義務があるっていうことを、これ、今、申告してるんですけども、でも、2年も前になるので、そうすると、この12条の割増金としての2倍の料金を払うかどうか、いわゆる NHK さんとして請求するかどうかっていうのは、具体的にどのようにして決めてらっしゃるとか、逆に2倍の料金、払うかどうかについては、特段総務省の総務大臣の許可なく、請求をしたりしなかったりすることができるっていうことでいいんですか。ちょっと個別に浜田議員がどうかということについては、ちょっと、はい、じゃあ、個別じゃなくて、じゃあ2年間、
契約を締結できなしなかった人に対しては、まあ、割増金をとして支払わなければならないとなってるんですが、まあ、これはあくまでも規約だから払わなくても、まあ、NHK さんとしては問題がないと。はい、そうですね、規約には規定はされておりますけど、まあ、運用はされております。まあ、その運用で別に法律違反ではないという認識だということ。そうですね。はい。はい、いや、もう全然そういうのを一つ一つお聞かせいただければいいと思っているので、じゃあ総務省さんは今のところそういう回答がないんですけども、NHK さんとしてはこの総務省令である放送施行規則23条の7号の前段の部分。契約の締結を怠った場合における受信料の追徴方法というのは、この規約の12条の第1項というか、12条そのものが該当するというお答えだということですね。はい、全然それはそれで結構です。何かを責めてるというわけじゃないので。はい、で、もう一つ大事なのが、この規約の4条なんですが、放送受信契約は受信機の設置の日に成立するものとすると。で一方で、平成29年12月6日の最高裁の判決では、契約の成立は判決の確定日となっているので、この規約とはちょっと相反する内容になっているかと思うんですが、その辺はどのような認識なんでしょうか。ですね、今お話しいただいたようなお考えといいますか、ご意見というのはあるというふうに、これは私個人的にも承知しているところです。はい、分かりにくい内容だというふうに思っております。はい、他方で最高裁の判決の時にもですね、はい、こちらについては新規設置の日からの放送受信料のお支払いをいただくという、契約についてですね、はい、判決確定日に、はい、一生懲罰がされて契約が成立するんだというような、はい、解釈をいただいているというふうに理解をしておりますので、はい、私としてはそういったものかなというふうに理解をしております。はい、これ非常に時効の問題が最高裁でも判決されていますので、はい、今のその営業局の M さんのご説明でいくとね、受信料を支払う時期っていうものについて、いわゆる受信料債権が発生する時期についてはこの規約も最高裁の判決も同じなんですよ、はい、ではなくて時効のスタート地点ですね。契約の成立日に関してこの4条は、契約自体が受信機の設置の日に成立するとなっているので、そうすると例えば10年前にテレビを設置した人、8年ぐらい前の人を多分最高裁裁判されていましたけども、8年前の受信機の設置日に成立することにしちゃうと時効がそこからスタートしてしまうから、5年の時効が成立することになるじゃないですか。いわゆるここの4条の条文が、放送受信料の支払い、債務の発生は受信機の設置日の日から債務が発生するっていうことだったら分かるんですが、契約の成立が受信機の設置日っていうことは、裁判で例えば令和3年で未契約の人が買った場合に、裁判所は令和3年っていうわけですよね。でもこの規約は遡った時に成立するとなってしまっていると、時効のその発生時が2つの点が出ちゃうんで、最高裁と矛盾する規約になってないですか。ですね、ちょっと私すみません、その時効のところとかが、はい、詳しく分かってないので、はい、適切なお答えかどうかというのがありますけれども、はい、あくまでも契約の成立というのは、最高裁のケースでいきますと、はい、判決が確定した、一生事が合致したところから契約が成立ということですので、はい、そこについては、NHK が何かそれと違う運用をしているとか、考え方を持っているということはございませんので。だから、受信契約は契約した日に成立する。ただし、受信料の支払いは受信機の設置日から発生するっていうにしないと、その受信料債権っていうのは5年で消滅するので、これはもう最高裁小法廷も大法廷も、小法廷が認めた、多分平成26年には契約済みの人は5年で消滅すると、でも未契約の人は5年経っても消滅しないという
判決が出てますよね、最高裁、小法廷と大法廷で。で、そこは契約の成立日が判決日だから、10年前にテレビを設置してても、10年分払いなさいっていうことになるので、あくまでも最高裁は契約の成立は現在ですと。ただ、債務の発生は現在に10年分発生しますよっていうことなので、この規約も契約の成立日は全然そもそも書かなくてもいいぐらいだと思うんですよ。じゃなくて受信料債権の発生、まあ、債務の発生は受信機の設置の日にするっていう規約にならないと、最高裁とちょっと矛盾してる規約になるっていうふうに理解じゃないですかね。ないと。わかりました。ちょっとじゃあ具体例を出しますと、じゃあ今から10年前にテレビを設置しました。で、10年前に設置してるけども、10年後の今契約しましたとすると、今契約した人は10年分時効を使っても10年分払わなきゃいけない。契約がない方についてはそうですね。でも規約で放送受信契約は受信機の設置日に成立するってなってると、今契約しても10年前のに成立することになると、時効の針はここからスタートすることになりませんか。そうですね。そのようになると、そうおっしゃる通りだなというふうに思いますので、うん、そこが多分この条文の分かりにくいところというふうに思っています。そうですね。だから分かりにくいんであれば変更されたらいかがですか。別にもう責めてるとかじゃなくて、分かりやすくしていただきたいんです。おとといの総務省の担当の方も分からないとおっしゃるわけですよね。でこれ NHK の受信料の受信契約なんていうのは、高齢の方もそのまだ未成年の方、18歳の方でもされる契約なんですから、その分かりにくいではなく、誰が見ても分かる契約に、契約というか分かる法律規則規約にするべきであって、もしその10年前の契約を怠ってた人は、時効5年を使えずに5年じゃなくて10年払わなきゃいけないっていうのがあれば、そこすごく重要なとこだと思いますので、明確に受信契約はやっぱり受信機の設置日に成立するからではなく、契約は契約日に成立をし、支払うべき受信料は10年前に遡る、時効は使えませんみたいなものまで入っていればすごく安心でしょうけど、まあ少なくとも最高裁は受信機の設置日に契約は成立するとは書いてないんですよ。そうです。それは一致してますよね、考え方。最高裁が、受信機の設置日に契約が成立する、そうですね、それは、はい、ですよね。判決が確定した日が成立なので、そこから5年経てば時効はあるけども、でもこの NHK さんの規約だと、受信機の設置日に契約が成立すると、10年前に成立してるから、そこから5年経ったら時効っていう解釈はおかしくないんじゃないですか。今2021年ですよね。ということは10年前ということは2011年にテレビをつけたから、2011年に契約を成立するものにするってなってますよね。この意味はということで、ご説明しますと、やはり最高裁とは変わらずですね、今お話あったように、例えば10年前に設置されて、今日契約された方については、今日は契約締結の日ですので、はい、今日のところから、その代わり、10年前の設置日からの受信料を、お願いするという形で、私も考えておりますので、いや、だから、そのね、M さんの考え方を否定してません。その考え方はこれ、4条にはそういう考えになってないんですよ。放送受信契約は締結日に成立する、ただし放送受信料の債権は、債務債権の発生は受信機の設置の日にするっていうふうに書かないと、非常に重要な問題なんですよ。だからそこはまずここでディスカッションさせていただいているので、
この文章で M さんのように解釈する人ってほぼいないと思いますよ。いや、あの、分かりやすくしなきゃいけないわけでしょ。だからそこはせっかくこういう場を設けてるんだから、もう最高裁の判決が出てもう3年以上経ってるわけですから、こういうのをしっかりと見直しいかれないとですね、というふうに思って、あの、今お話をさせていただいているわけですよ。はい、あ、ちょっといいですか。この受信規約最終改定、令和3年10月1日、はい、すいませんってあるんですけど、これはこの後予定されてるってことですね。あの、9月の13日にですね、大臣認可を受けまして、はい、もう認可を受けてるんですか。はい、コロナのですね、はい、あの、支払いがちょっと、あの、厳しくなった方に対する措置を、はい、あの、追加したら延長しますので、うん、はい、すみません、その分でちょっと最新版をと思いまして、うん、でね、それは結構です。ただ、あの、変わってないですもんね、ここの12条と4条が変わっていないので、だから逆に言うと、この規約っていうのは、まあ、数年に一度ぐらいのペースでは認可をどんどんしていってるわけですよね。ですよね。だから法律っていうのはなかなか変わらないんですけども、この規約っていうのは、あの、 NHK さんの方が、あの、その最新の判例に基づいて変更すれば、総務大臣は当然、そういうことであればということで変更していくわけですから、あの、そういう意味ではなぜこういう、あの、最高裁の判例が出てるのに、このような、あの、まあ、誰が読んでも分かるようにするべきものをちょっと放置されてるのかとは思うんですよね。まあ、多くの方との間での、はい、まあ、約款といいますか、速報、はい、ですので、分かりやすいというのも、そうですよね、だからそこは、あの、平等負担、公平負担にするために、あの、そういう形で受信機の設置日にから受信料を払いなさいっていうのはすごく分かるので、だから、あの、それはその時に債務の発生があっていいと思うんですけど、契約の締結日はやっぱりあくまでも契約の締結日であって、最高裁もそれを遡ることは認めなかったわけですし、かつ受信料債権であって、あの、いわゆる損害賠償であったりとか、不当利得とかっていうのは NHK さんご主張された主意的主張1、2までは最高裁認めなかったわけですから、明確にこれは受信料債権ですと、だから、その10年とか5年の不当利得とか損害賠償の事項は成立しませんと、まあ、そこまで明確に謳ったわけですから、まあ、そういう意味ではこの4条に関してはこれは直ちに改正されるべきだとは思いますので、まあ、そこは見守ります。どうされるのかは。はい、であとはだからもう ここはちょっとざっくばらんなんですけど、まあ、実際に、まあ、この間も YouTube で上げたんですけども、受信機の設置日に関して、まあ、NHK さんって全然そこ確認されませんよね。そこはこうざっくばらんで、まあ、言えなければ全然いいんですけども、やっぱりあのこの間も YouTube でアップロードして総務省さんにも渡しましたけども、ケーブルテレビと契約をしている平成30年度で1回訪れて奥様と面会していますと。で、ご主人も今年5月に契約されてますけど、平成30年の入居の時からテレビ持ってますって申告してるわけですよね。でも委託会社の人が受信機の設置日は書かなくていいですよって言ってるわけなんです。まあ、あの、ご存じなければ後で資料を渡しますけど、で、特に受信機の設置日に関してはあえて書かなければ契約日が成立日になる書式を使ってらっしゃるので、これちょっとなぜその受信機の設置日と契約日って普通は異なりますよね。通常訪問の場合はね、電気量販店とかで買った場合は設置日と一緒だって分かるんですが、個別訪問しているところとか郵送で契約をお願いしている案件、今郵便局とさんもやってるじゃないですか。そうすると受信機の設置日が記入日と一緒の場合はこの欄の記入は不要ですっていうのは、あ、もう意図的に
この契約日と受信機の成立日を一緒にしたいという意思っていうのは明らかに伝わってくるんですよね。まあ、そこは当然お認めにならないんでしょうけども、あの受信機の設置日と契約日を一緒にしたいんであれば、そのような働きかけをされた方がいいんじゃないんですか。そこはいかがなんですかね。先ほど来ていますの受信契約で申しますと、はい、まあ、設置日というのはお客様の方に記入いただいて、まあ、それを遅滞なくお届けいただくというのが、そうですよね、はい、だからお客様に記入いただかなきゃいけないんですから、記入日と設置日はそれぞれ書いてもらうべきものではないんですか。書かさないようにしている、書かなければ契約日と設置日が同じになる所定の様式をお使いになってますよね。そうですね、はい、だからその様式をお使いになる意味っていうのはどうなんですかね。私どもとしてはやはり、はい、その主体の方をお届けいただいているというふうに、まあ、まずは考えるべきだというふうに思ってますので、はい、まあ、そういった中で主体の金融機とその設置が一緒であれば、まあ、わざわざ2回書いてもらうということも、そうですね、数字を、まあ、平成3年9月20今日だったら4日、はい、数字を5個わざわざ2回書いてもらうのが面倒くさいんだったら、衛星放送も地上衛星契約も地上契約もわざわざ手で書いてもらわなくていいんじゃないんですか。そこは過去に不正があったから、丸とかチェックじゃなくてわざわざ衛星契約って書いてもらうように3年ほど前に変更されてますよね。現状は文字をわざわざ漢字を書いてもらってますよね、なぞるようにね。そういうように衛星契約か地上契約かについては、わざわざテレビのリモコンまで玄関先に持ってこさせてね、確認をした上で文字を書いてもらうにもかかわらず、受信機の設置日についてはいつお住まいになられましたかとか、いつケーブルテレビと契約されましたかとか、そもそもいつテレビを設置されましたかっていうことを聞くことなく、そこに何も書くことなくね、契約日と設置日を一緒にするっていうことについては、これは今もやられてますよね、現状も。で、録音のやつ後で翻訳したやつもお渡ししますけども、積極的に NHK さんの下請け会社の方が受信機の設置日と契約日を一緒にするような営業活動をされていることについては、これはご存じないのかお認めになられるのかどちらなんですか。責めるつもりはないですよ。だからその、はい、これ公の場でお答えされていることなんで、積極的に委託会社の社員の方が受信機の設置日を書かなくていいですよという営業活動をされているんですね、はい、我々の認識はそうなんです。じゃあ NHK の営業局の認識は、その認識は特にお持ちではない。そうですね、それは絶対にあってはならないこと。絶対にあってはならないこと。はい、こちらが書かなくていいということを申し上げるということですかね、誘導するというか。そうですね、はい、これは基本的にお客様の方から、まあ、設置記載いただいて届けていただくものなので、はいはい、こちらがどうかということではないという、はい、っていうか確認もされないんですか。確認するようには委託会社の人にはというのは、衛星契約か地上契約かについてはリモコンなりテレビが衛星放送が映るかどうかの確認を毎回されていらっしゃいますよね。それをやってらっしゃいますよね。受信機の設置日についての確認は委託会社の方にはするようには指導されていらっしゃいますか。M さん、非常に重要なところです、はい、あなたのお家のテレビは今テレビがあることは確認できました。じゃあどれぐらい前からテレビをお持ちですかっていうのは料金に直結するものですよね。10年前だったらおっしゃる通り10年分ですから26万円払っていただかなきゃいけない。今月からだったら来月からでいい。
一番契約の肝なんですよ。金額を決めるものですから。それを委託会社の方には、受信機の設置日を住民票を確認するとか、電気、ガス、水道と同じ回線、例えば電気とかガスとか水道とかをね、いつ回線したのかで確認するとか、もちろんテレビを購入した保証書っていうのも確認できますよね。まあ、何よりも本人に申告をさせていないというこちらは思ってるんですが、それは必ず申告するように指導されていらっしゃいます。私としては受信設置からの、まあ、受信料が必要だということですので、はいはいはい、受信設置、はい、となると受信機設置日ではなくて集金人さんがテレビがある日を確認できたからその日が受信機の設置日でいいですっていうような事例の場合、この業者さんには指導されるんですか。注意、いわゆるそのダメですよというのは出されるんですか。状況としてはまずお客様のところにお伺いをして、はい、その訪問が どういったことを言った場合というか、ああもう少し具体的に言うと、はい、私は平成30年からこの家に住んでいて、その時はテレビを設置していますと。で今年5月に来たんですけど、集金人さんが、いや平成30年にテレビを設置したかどうかは僕は確認できないので今日からでいいですっていう契約が現に行われて、ビデオも残ってる、契約書も残ってるんですけど、この場合には指導されるということでいいのかっていうご質問です。まあ、全然あの YouTube で出てるものですから。そうですね。私のまあ、ちょっと個別案件と合うかどうかですけども、はい、私としてはやはり設置日からの料金が支払いが必要だということですので、はい、あの設置が仮に20年前であれば10年前からご請求をしますということを、あの公務員委託先にも伝えておりますので、はい、それとは違う対応ということでしょうかね。はい、それと違う対応したときにどうされるんですかということです。例えば、はい、地上契約で取るべきものを衛星契約で取ったっていうのは過去に何件もございますよね。過去に NHK さんそういうようにされて、週刊文春にもいろいろと叩かれて、謝罪されたケースは終わりですよね。鹿児島でもありましたけど、それはご存知ですよね。いわゆる地上契約なのに衛星契約と偽って、報酬が高くなるから委託会社の社員さんが地上でいいのを衛星に書き換えたから、それについては注意されてますよね。いわゆるダメですよ、あなたそんなことしちゃダメですよっていうことをちゃんと委託会社の人に注意されてますよね。これ料金に影響があるからですよね。高い料金と安い料金に影響があるからですよね。適切な契約じゃない、適切な契約じゃないですよね。ですから、はい、それであればそうですよね。だからそういう意味では受信機の設置日に遡らなきゃいけないっていうのが適切な契約なわけですから、それを怠っている委託会社の人に対しては毎回注意なり指導なり契約の打ち切りなり減額なりっていうのをしなければいけないのではないんですか。具体的なことを言ってるわけじゃなくて、はい、そうですね、あの、まあ、基本的なあの考え方としてはやはり期待なくお届けいただいているというのがまず大前提だと、あの私も思っていますけれども、はい、その上でそうでない方が仮にいらっしゃって、はい、まあ、その方があの設置日があの過去であることが明らかだと、はい、本人が、まあ、お話しいただいて、はいはい、ということであればそこからいただくべきですし、はい、そこでなく対応をもししているのであればそれはあの、はい、指導すべき内容だという、うん、指導すべき対応であるということで、はい、ご認識でいいですよね。設置が明らかなのにそれを、はい、あえて違う取り方をするということであれば、はいはい、分かりました、はい、もうそれはそれで大丈夫です。でそうなってくると NHK さんあの昨年度予算で、まあ、決算の方ですが220億円ほどコロナの影響などで受信料が減額になるということで報道も発表されていると思うんですが、ちょっとこの内訳今分かる範囲でいいんですが、この220億の減額というか減収の内訳ってどうなんですか。いわゆる値下げによるものっていうのがありますよね。でコロナの影響で減るってなると、まあ、コロナによってお仕事がなくなって生活保護に移られた方も免除になるので減るのは分かるんですよ、はい、でも受信料の契約って2年前の、まあ、去年のコロナで営業ができなくても今から
コロナが明けて来年からに行ったとしたら2年前から受信料払ってもらうことになるわけですよね。とすればそのコロナによって契約の取り次ぎができなかったことによる減収っていうのは発生しませんよね。はい、そうですね、例えば昨年度契約がいただけなかった方が本日はテレビを届けらっしゃった、はい、ということであれば、まあ、来年度もし仮にその方からご契約をいただいて、はい、まあ、テレビが今年からあったんだということが分かれば、そうですね、そういう意味では何て言いますか、2年間で見れば、はい、当初おっしゃるとおりだということですよね、はい、だからコロナの影響によってテレビの設置者が減ったなら分かるんです。でもコロナの影響によって支払い率が低下されたというふうに記事に載ってるんですが、その支払い率の低下っていうのは昨年度回収できなかっただけであって、コロナが終わって通常の営業に戻れば、今までは今年からですって言ってたのが、あ、コロナがあったんで2年前から2年前にテレビつけてる、3年前にテレビつけてるっていうことで回収すれば戻ってくるんではないんですか。はい、おっしゃる通りです。ということは220億円の収入減っていうのは、それは現金の収入が減っただけで債権として消滅してるわけではないっていうことでいいですか。そうですね、実際にこう契約の花ない方は見えない債権っていうのがちょっと どう考えればいいのかちょっと直ちに分からないところがあります。逆に目に見えない債権っていうのは毎年いくらぐらい計上されてるんですか。毎年の実績があるわけですよね、はい、契約をして遡ってお金をもらってるわけですよね。それは NHK さん毎年もらってるわけですよね、ではないんですか。もらってる方もいらっしゃいます。方もいや、だって方もいないと受信機の設置日に遡ってもらうわけですから、今横にいる浜田のように2年前に遡らなきゃいけない人は大勢いらっしゃるわけで、そうすると平均値みたいなの出てくるでしょ。どれぐらい遡るのが普通平均なのかっていうデータ取ってらっしゃらない。いやいや、データ取ってらっしゃらないのか、営業局の方が国会で説明いただくレベルでも分からないっていうのが分かればいいです。はい、もうその程度なんですよね。通常は訪問をして契約を取れました、大体入居後半年とか1年とか遡るわけですからね。だって電気メーターとかガスメーター見たらいつ入居したかって分かるわけですから、というか本人に聞けばいいわけですよね。いつからテレビ設置してるんですかって言えば、多くの方は、あ、4月からですとか3月からですって言うわけですよね。そうすれば遡って請求するっていうことになるわけですから、それの平均値っていうのは当然出てくるとは思うんですが、そういったものもお持ちではないということが分かればいいです。はい、で規約の3条には受信機を設置したものは遅滞なくとなってますが、これはどれぐらいの期間を指していらっしゃいますか。いや、だから12条の2には支払いの延滞は放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上、つまり1期2ヶ月ですから6ヶ月滞納したときは所定の受信料を支払うほか、1期当たり 2.0% の割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。明確に6ヶ月っていうのを出してますよね。一方で契約をしていない、これ簡単に言えば法律違反の不届き者ということですよ。契約をしたけどお金払えないっていう人は、いろんな家庭のお金の事情とかがあってすぐに払えないっていう方もいらっしゃるでしょう。でも3条の契約を遅滞している人っていうのは、まさに12条の1で NHK さんが示している通り3倍の料金を払わなきゃいけない不届き者なわけですよね。そ
事情はそれぞれあると思います、うん、まあ、まあ、不届き者って言い方はちょっとごめんなさい。じゃあ契約を忘れてる人もいればわざとしてない人もいるわけですよね、はい、でこれお金に直結するところなので、遅滞なくっていう日本語で逃げるのはあまりにも、どれぐらい遅滞した場合にはその割増金を請求するというのは内規はござないんですか。いわゆるここに出ていない何か NHK 内部での規則とかルールみたいなのはないんですか。はい、私の承知の限りではない。ここの遅滞なくのことですね。はい、ないです。作るべきじゃないですか。浜田は2年間遅滞してますが、これは遅滞なんですか。遅滞ではないんですか。2年というのは一番そういう意味では分かりやすい期間だと思いますよ。そこで M さんが今回答できなければ委託会社の人回答できないですよ。委託会社の人は各家に訪問に行ってるわけですよね、はい、そうすると、あ、浜田議員403号室テレビつけたのいつですか。あ、一昨年の10月ですと。あ、であれば遅滞ちょっと遅いですね。申し訳ないですけど3倍の料金を1年半6ヶ月だったら1年半払ってもらうわけですよね。でそういう話を委託会社の集金人さんは現場でやらなきゃいけないわけですよね。とするとここは明確に何ヶ月とか何年とか書かなければいけないんではないんですか。あの他のところが書いてないならいいんですよ。でも利息については明確に6ヶ月2パ年利 12%、まあ、2ヶ月 2% 年利 12% ですよ。年利 12% って結構高いですよ。でたった6ヶ月で年利 12%、 これ契約をした人ですよね。そっちには取ってるんですよね。実際裁判になったら取ってますよね。でも契約を懈怠してる人、契約をせずに放置した人、取ってないですよね。利息は少なくてもね、割増金の方を取るとしたら割増金ですよね。割増金も利息もそうですね、取ってないですね。両方取ってないですよね。で実際最高裁の方って5年以上契約されてないですよね。あの方最高裁の判例の方はだって受信料15万円とか払えっていう判決ですから、ざっくり5年とか6年ですよね。ということは5年とか6年の人に対してもう遅滞なくじゃなくて正当に契約されているっていうに、その裁判だけ見たらそう見えるんですけど、だからあのここで今 M さんに回答くださいっていうわけじゃないですけど、この遅滞なくっていうのは明確にあの月日を定められて方がいいんじゃないですか。はい、もうやるかどうかお任せします。でやっぱりその11条の1っていうところについてですね、今その M さんおっしゃるのは、まあ、放送受信契約者が次の各号の1に該当したときは所定の放送受信料を支払うほか、その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。でその中の1つの条件、2つ条件があって、放送受信料の支払いについて不正があったときに、放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらずその届け出をしなかったとき、結構明確に出てますよね。特に2番っていうのは、まあ、生活保護の方であるとか、障害をお持ちの方がその理由が消滅したにもかかわらず届け出なかったと。で1番の場合についても支払いについて不正があったとき、さらに柱掛けでいうところはには放送受信契約者が、放送受信契約者がっていう事象ですから、契約してない人がこの12条に当てはまるっていう考え方って相当無理がありませんか。放送受信であるね、書くんだったら規約第3条の契約の義務を遅滞なくじゃなくて遅滞した方は2倍に相当する額を割増金として払うっていう書かないと、これ主語放送受信契約者がですから、契約済みの人を言ってるんじゃないんですか。分かりにくいですよね。そういったご意見があるというのもですよね。
だからそこをどうしてこれまで変えてこなかったんですか、最高裁の判決が出てるにもかかわらず。少なくとも去年の段階で M さんじゃない方にはそういう主張っていうのはずっとしてますよ。我々知らなかったとかレベルじゃないですよ。だからまあ今回こうやって録画をしながらちゃんと、まあ、伝えていますので、改善するかどうかは NHK さんの今後の、まあ、動きにお任せします。もういつだってこれ改正できるわけですから、年内にやろうと思えばできるわけですから、そこを改正するかどうかについては我々としたら見守りますけども、あまり改正がされないとかっていうことであれば、これ特にやっぱり規約の12条というところについては罰金があるっていうのはご存知ですよね。放送法64条3項の契約の条項がここに盛り込まれていない場合は前田会長に100万円以下の罰金があるっていう、いわゆる63条には契約の条項をかけで、その下にある放送法の施行規則には、契約の締結を怠った場合受信料の追徴方法をかけと。で、受信料の追徴方法というのはこの12条だという今 M さんのご回答ですよ。でも総務省さんは少なくともその回答では今のところはありません。はい、総務省はそうじゃない、まあ、今即答はできませんという回答でしたけども、逆に言うとそのままの回答でよければ今年の放送法の改正なんてしなくてよかったんじゃないですか。今年初めて割増料金の設定をするということで、そのように答えていらっしゃいますよ、前田会長、国会で。割増なんていうのは初めてやることなので私も分かりませんと明確に国会でおっしゃってますが、今まで割増金お持ちだったんじゃないですか。割増金と書いてますよね。ですよね。これはじゃあ前田会長ご存知なかったということですか。発言を聞いておられない。あ、明確に割増金というのをこれまでやったことがないとおっしゃいましたよ。はい、その通りだと思います。今まで運用したことございませんので。今まで割増金を運用したことはございませんので。あ、規定はあるけど適用したことがないという意味ですか。あ、そうですね。はい、私が申し上げたのは、はいはい、やはり割増金を請求したことがないから運用したことがないということですよね。はい、逆になぜ運用されないんですか。割増金を請求されない理由は何なんですか。公平負担ではないんですか。はい、そうですね。それは何か理由はあるんですか。なければないでいいんですけど。その時はされる公平負担が受信の制度計測ですので、はい、まあ、きちんと申請された方の方からですね、自主的にお申し出をいただくということがまず第一だと思っております。いや、お申し出をいただいたときに割増金を請求しないのはなぜなんですかという質問ですよ。お申し出を、例えば浜田は別に払うのが嫌だから契約しないんじゃなくて、そのような NHK さんの中途半端なというかデタラメな瑕疵のあるこの規約では契約をしたくないと思って契約をしてないわけですよ。ですから浜田がじゃあ申し出たときに、2年前からですね、申し出たときに割増金を支払わなければならないという規約を作っておきながら、それは運用しない、つまり請求しない、いや、その理由を聞いているんですよ。自らが作ってらっしゃるから。別に割増金を請求することがあるなら分かりますよ。でもこれまで割増金を支払わなければならないという規約を作っておきながら請求すらしていない。でもなぜこの規約を作っているかといったら公平負担ですよね。相手の懐事情に関係なく請求はします、払うかどうかお任せしますは分かるんですが、請求すらしていないっていうのは、じゃあ2年前から真面目に契約をして払っている人の負担が増えていることになるわけですよね。だからそこら辺をしっかりとやっていただきたいっていうのが我々のお願いなんですよ。
でそれをするときにやっぱりスクランブルにした方が NHK さんも支払い率も上がるし、ま、あの訪問の場で喧嘩にならないと思っているんです。もう分かりました、公共料金として受信料をお支払いいただきたいと思っているんですが、浜田さんのお家ではもう水はいらない、井戸水を掘ると、電気はガスはいらない、オール家電でやる、だから契約をしない、これ公共料金の場合必要ないから契約しないというのは認められているわけですよね。だから NHK さんももう NHK は見ないから電波を止めてください、分かりました、お宅のうちには電波を止めますと、まあ、ただ NHK としてはぜひ将来ちゃんと見てほしいというのもあるので、災害報道とか子ども番組福祉についてはそこだけは見れるようにさせていただきます。ぜひとも今後とも NHK の事業受信料制度ご理解いただいて、ぜひとも協力受信料を払っていただくようにお願いしますっていう営業された方が NHK もすごくプラスになるし、仕事されている方もやりがい出るじゃないですか。電波を止めずに、じゃあ5年前からテレビがあるから5年分の受信料払ってくださいって言っても数字を払ってもらえないですよね。5年分といえば衛星料金だと15万円とかなるわけですよね。だからそういうことをしてほしいんです、最終目標はね。ただそこ行く前に法律上の 法律やいわゆる規則、いわゆる法令に合っていない規約を作られていらっしゃるから、そこは直ちにやっぱり改正すべきじゃないんですか。これ本当に M さんは12条でいいと思ってます？施行規則の23条、受信契約の締結を怠った場合受信料の追徴方法をはこの12条だと、まあ、それは本当に思ってらっしゃるわけですね。とすると放送法64条の第2項、協会は契約を締結したものから徴収する受信料を総務大臣の許可なく免除しちゃいけない、これ割増金免除すると割増金という名前にはなってますが受信料の追徴じゃないんですか、これ受信料にならないんですか。いわゆる23条の7号には